どうもー、ネコメでーす。今日もアナザーコードリコレクションを続きからやっていこうかなって思います。今日は昨日が悲鳴が上がったところで終わったので、まあ悲鳴の聞こえた方向に進んでいこうかなって思います。でもなんか下の方って言ったよね、 D が。え、多分ジェシカおんじゃね、こっちだよね多分。あの下の地下室みたいなとこでしょ多分。え、そうだよね。ほら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 、ここここここ、アシュレイ、声はここからだ。え、怖っ。お願い、誰か来て。え、これやっぱり、え、そうだよね、ジェシカだよね。どうしよう、このドアを開ける鍵は。え、そう、どうしたらいい。アシュレイ、ほう、あのね、へえ、もしかして。なるほどなるほど、はい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 。え、なるほどね。え、でも待って、なんで鍵がかかったんやろ。え、鍵がかかったってことはさ、外からやっぱ鍵で閉めたってことでしょってなったら、え、まだ鍵残っとるかな。え、もうなんかあの悪い人が取ってっちゃったんじゃないの、ビルが取ってったんじゃないの。え、そんなことないのかな。まあ鍵探してみるか。ここら辺ないの。全然あるやんけ。ね、そうだ、これやろ。え、そうだよね。はい、やったー、一瞬で見つかったわ。はい、というわけで戻りまーす。あれ、取れない。あれ、あ、オッケーオッケーオッケー。思ったより一瞬やった。ジェシカ、元気でしょうか。え、どうしよう。ジェシカと一緒にさ、お父さん閉じ込められとる説ない？もしかして。え、全然可能性あるくね？ワンチャンあるで。で、さ、今まで父さん父さん言いよったんがビル説はある。あ、そっか、鍵使わないか。さあ。え、ジェシカだけかな？うわー、やっぱりジェシカでした。ジェシカだけだけか、オンリージェシカか。ジェシカ、いやいや全然生きとるやろ。セーブいらないな、オートセーブしてくれとるし。エドワード家の秘密第5章です。どんな秘密があるんやろ。ジェシカ、うん、大丈夫ジェシカ。アシュレイ、あ、よかったよかった。ジェシカ大丈夫。ええ、でも薬のせいかしら。ジェシカ、怖っ。私がわがまま言ったから。まあそれは確かにある、その面は。こんな目、どこか怪我はしてない、痛いとこ。大丈夫よアシュレイ。うわー、もうジェシカええ人やん、優しいジェシカやね、さすがや。ジェシカ、それ、うわ、え、外せんの？ダメだ。いや、そうだよね。ありがとう。メガネはかけてあげるの、笑った。薬をかがされて、へぇ。目が覚めた時には、ここに繋がれて。ひどい。誰なの？こんなことしたのは。ほんとよ。ビルよ。あ、ビルなんだ。ビル？アシュレイ、はいはいはい、知ってるよね。アシュレイ、リチャードに、うん、パパに会った。でも本当にパパなんですか。とても優秀な助手だったが、私がこの島で開発してきた。そうだよね、パパそう言ってたね。ビルはアナザーを。ジェシカ、ビルのこと知ってたの。ええ、あ、知ってたんだジェシカ。リチャードの仕事でも、はいはい、まさかこんなところで別れたすぐ後のことよ。おうおうおう、彼が現れてリチャードのところに案内すると言ったわ。あ、本当。でも、まあ確かにね。まあでも仕事仲間やけん信じちゃうわな。屋敷の前まで来た時に、そんなことが。でもパパはビルのこと捕まえたって言ってたのに、どうして。うん、とにかくやっぱり、やっぱなんかおかしい、やっぱそうだって、もうなんかもう見えてる見えてる。パパとかって言おったら絶対ビリやで、あいつアシュレイめっちゃ出てくるやん。事件のこともよし、じゃあ、え、ちょっとアナザーについて聞こまず。ジェシカは詳しくは知らないの。ああ、そうなんだ。の人を辛い記憶、ああ、へえ、あ、なるほどね、辛い記憶を忘れさせることができるしね。起動キーを私がそれを探してあげたの。うん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 。でもパパは本当。アシュレ、ここで、そう、ママの事件書いてた。パパが、そう、
あら、容疑者って出てきた。私がママが殺された夜の夢だ。そうだね。アシュレイ。だからだったんだね。ジェシカがママや。まあ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 、なる、まあ確かにね、思い出させたらトラウマになっちゃうもんね。パパはどうしてママの事件の容疑者になったの？うん、アシュレイ、サヨコが殺された時、はいはい、第一発見者だったリチャードは警察から容疑をかけられ、まあ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 、なるわな、第一発見者。リチャードは無実を訴え続け、あ、そうなんだ。でも結局事件の犯人、へえ、やだな、殺した犯人とかに会いたくないな。リチャードはとても、私は警察から帰って、うん、あなたがサヨコを殺したのかと。その時、うん、リチャードはまっすぐな目で、曇りのない目で私を見て答えたの、はい、絶対に違うと。なるほど、もうじゃあ信用するしかないな。もうパパは大丈夫だと。でも、え、パパは私の目なんて見てはくれなかった。あんなパパなんて、うん、それ本当にパパですか？それ本当に、じゃあパパについて聞いてみましょう。ここ多分一番大事だと思って残しとった。パパって、あれ、ね、リチャードはどこにいるの？さっきまで一緒にいたけど、うん、一緒にいたよ。でも今はどこかに行っちゃった。どこかに行った？うん、あなたを置いて。やっぱ変だよね、うん、そう。ジェシカ、私はジェシカよりも、そんなことないよ。パパは言ってた、ママが命をかけた。リチャードが本当に、お、なんか変なの？もういいよジェシカ、一緒に。こんな手錠、うわー、もうなんか気になる、気になる。何か道具があるはず。お願いアシュレイ、うん、もう一度だけリチャードと会ってパパに助けてもらうの。え、リチャードならきっとこの手錠を外せるわ。でも、なんで？それはわからん、ビルやん。せっかく会えたのに。そうだよ、私なら大丈夫。強、この人。早く行って、走れ。でも私はパパ、まあ行くっきゃないで。私はリチャードを信じているわ。ああ、あなた、私の兄。優しいジェシカやね。ジェシカ、ここから出られたら。優しいジェシカや、悪いジェシカなんかおらんかった。ジェシカ、待っててね。パパと一緒にすぐ戻ってくるから。間違いねえな。ええ、待ってるわ。これが笑顔を交わした最後の瞬間でしたみたいな、そういうのないよね。やめてよ、やだよ。サヨコ、リチャードとあの子を守って。どういうこと？リチャードとあの子、あ、ビルからってことよね。間違いねえよな。アシュレイ、よかったね。でも仕方ないよ。そうだね。そっか、まあ大人の判定ってどこで行われるんやろね。そうだね。あれか、なんか D いいよったよね。見えないものを信じなくなってからが大人ってこと。なんか悲しい。確かに、うん、間違いないな。それにしてもね、パパどこいるんだろう。玄関、多分あそこの部屋でしょう。あ、こっちか。あ、こっちからできるけ。これ何？あ、食堂、こっちあるけ。なんかあったよね。これが玄関ホール。あれ、どっから行けるんだっけ。あれ、これは、あ、中にはあった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 。これはあの噴水あるとこでしょ。はい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 。ここか。あ、待って、どこだ。あ、ここだ。あった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 。これでしょ。まあ開かねえわな。アシュレイ、見て、扉の向こうにはしごが見え。本当？あ、本当や。あのはしご、上を見上げると、なんか部屋がある。あれは、うわ、ひいおじいさまの部屋。ひいおじいさまの部屋。はい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 。え、あ、あ、はい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 。じゃあ横から攻めていけって話ね。あそこから入れんのやったら横から攻めろや。なるほどね。ということは一回階段登って、階段、あ、これがあれか、なんか閉ざされとった部屋か。
なるほど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 。はい、とこ。あれ、ここら辺じゃないっけ。これは、これ、そうだよね。あれあれあれれれれ、こっちから繋がってないのかな。あ、いや、ここ、え、ここか。あ、ここじゃない。あれ、渡り廊下。やっぱり、あ、そうだそうだそうだ、ここだよね、ここだここだ。こっちちなみに行けんの。あ、なるほど、こっち鍵がかかっとったんか、そういうことか。なんかここ開かんかったけど、はいはい、あ、これでよかったよかった、開けて。じゃあ、うわうわー、本当に2人のことが大好きやったんやなーって感じがするよね、この部屋。あ、鍵がかかってる。この模様ね、他の部屋のドアの鳥は1羽だったけど、うん、ここは2羽だ、うん、2羽が金も、もしかしてこの部屋の鍵ってな、あ、もうわかったわ。はい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 、そういうことね。組み合わせることができますよと。どこだ。あ、蓋あったあったあった。あ、こ、どう組み合わせるの。あれあれ、あ、あったあったあった。 Y でこういうことね。やった。え、どんな感じで一つに関係になったの。へー、すごーい、すごいね。逆にこれ使わなあかんってめんどくさ。じゃあ開けます。やった。うわ、開いちゃったよ、開いちゃったよ、開いちゃった。え、なんかどうなってる。あー、まあ、ひいおじいさんの部屋だもんね。うわー、確かに綺麗な部屋。え、なんかあった。あ、お二人とおじいさん。どうしたの。おー、なんか当時の温かい家族像が見えてくるね。僕がわかります。はい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 。アシュレイ、僕は、うんうん、ひいおじい様が寝て、なるほどね。ひいおじい様は静かに眠っていた。僕たちが近づくと、はいはいはい、もう結構なんていうん、寿命が近かったんかな。悲しそうに、あ、悲しそうに、ひいおじい様の手を、僕は父さんが亡くなって、今はアシュレイのパパを追いかけなきゃね。まあそうだね。ちょ、ごめんなさいね、感傷に浸ってる暇はなかったわ。下に降りるはしご、どこにあるのかな。ね、どこあるんだろう。ベッドの下とか、ベッドの下とかありそうじゃない。どうやろう。え、それともこことか。ん、な、ここじゃね。んちょっと待って、ここじゃね。ん、あ、机が邪魔でびくともしない。ほう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 、机ずらせます。まあ、ずらせんか。あ、はい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 、なるほど。え、ちょっと待って、なんかあの下にない、何あれ、なんかない。ノートに何か書いてある。はい、うん、はい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 、あ、そっか、あー、はい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 、うん、二人の幼子、うん、そうだね、二人は孫だよね、そうだよね。ちょっと待って、ずっと養子やと途中から勘違いしとった。孫だよね、そうだ、孫だ孫だ、うん、はいはいはい、2羽の小鳥だった。レナードと同じように自らの、あー、はいはい、ヘンリーは画家を、トーマスは小説家を、うん、だが二人がようやく、はい、戦争ですか。そうだよね、我々の命をつないでいた金鉱山も、あ、枯れ果てた、大戦の終結、うん、傷つき翼を失う、うん、うわうわ、つら、
筆を持つための右手を、トーマスは人を信じる心を、あ、本当、涙した。うん、そうだね、正しかったのだろうか。私のその悲しく無垢な笑顔はもうどこにもない。これ、なんか悲しいね。すべてヘンリー・エドワードに譲る。ちょっとなんかさ、あれじゃん、これなんかあれやん、トーマスの部屋にあったのと違うね、これね、これどういうこと？これ、うん、サインもある。それじゃあ、うん、あれは何？やっぱ父さんが作ったものな。やっぱ遺産が欲しかったんかな。いや、それはいいや。なんか悲しいね。ベッドの横に小さな戸棚がある。あ、ね、うん、あ、あなたのご期待に、そう、音楽家の道、あ、父上だからあれか、あの誰だっけ、あのあれよ、あの息子ね、この ひおじいちゃんの息子ね。はい、屋敷を出てから、はいはいはい、レナードか、レナード、そうだね。あ、全然書いとったわ。そうだね、そうだそうだそうだ、ヘンリー&トーマ、なんかあるけど、テイクアフォトの時間、はいはい、こんにちはって、これ映る、これで OK。 ほー、面白そう、読んでみましょう。てかもうめちゃくちゃ穴開いとるやん、できれば集めたいよね、あれも。はい、あー、そうなんだね、はいはいはい、あ、あ、本当？はい、時すでに遅し、あー、仕事に尽力する親の思考や心情を子供が理解するためには子供自身が、おー、なるほど、まあ確かに研究一色なのもさ、アシュレイからしたら理解できんわな。父も私やジェシカを思いながら仕事をしていたのだろうか。なんかやるせないね。なんかつらいですね。まあ子供に言うとったらね、やっぱ目の前に親がいないときついですよ。ほうほう、何これ、映画見れんだ。ちょっと感想がバカみたいやったかな。映画見れんだって。へえ、そうなんだ。あのね。へえ。そういえば。T。これ使えんのかな。ああ、まあ使えんのか。これは。まあこれスクリーンね。うん、へえ、これは？これ開かない？これ開かないか。あ、これは？あ、レナード。これは本ね。お机の上。ねえねえ。あ、これなんか回したらあれか。あのね。絵になる、そうよね、そうだよね、やってみよう。さあ何が見えます？え、噴水の周りを鳥さんたちが飛んでるね。あの噴水の、ま、あ、あそこの鳥さんたちね。はい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 。へえ、そうなんだ。あのね。
し。うわ、つらつら。だって幼いうちに死んじゃったんでしょ。うわ、つら。そう考えてつらいな。戦地から帰ってきた。ああ、ほんとやね。腕はなくなっとんやね。そうか。ちょっと待って。よし、まあ一通りぐるぐる探し終えたところで、ちょっとまあ、ここどうしますか。机を動かしたらいいんだよね。ということは机に何か、あ、待って、なんかここら辺見てみる？あ、開かない。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 これ全部開かないかな。開かない。開かない。開いたー！はい、来たー！はい、はい、はい。みんな覚えてよかったね、皆さん。はい、もう言ったでしょ、前回の動画で。この噴水周りのこの2匹の鳥、絶対意味あるやんって言ったよね。これやっぱり言った通りだったわ。はい、覚えてます。伊手座とお牛座でしょ？確かこんな感じ？こんな感じかな？こんな感じ？そうだよね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 ？はい、はい、はい。詳しい内容は前回の動画を見てください。詳しい内容は前回の動画を見てね。ねえねえ。ね、よかったよかった。これちょっと怖くない？開けますよ。よい。大丈夫？おるんじゃないの？自称お父さんが。パパ。行きましょう。怖い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 、なんか怖い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 。大丈夫？ここはもともと何のための地下室やったんやろ。まあ、地下室ではないか、地下にないしね。何のためにあったんやろね。いや、なんか光が漏れてる。パパ、暗くてよく、うん、明かりつけないとし。これろうそくに火つけれんじゃない？よかった、普通についたわ。ん？あれ？本当だ。きっとこのランプシェードから漏れてる明かりだと思うけど、どこから漏れたらこんな丸い明かりになるの？シェード調べてみて。あ、後ろ側に穴が開いてる。ね、うん、これ何？ねえ、うん、他と違う。アシュレイ、わかった。なになになに、大丈夫？今の音、アシュレイ、あれを見て。何？おお、なんか下がった。開いた。すっごっ。床が開いた。ちょっと待って、思ったよりサクッといっちゃったせいでさ、全然探索できてないんだけど。でもここら辺は明かりがないから、火つけれるやんこれ。ちょっと待って、火だけつけよう。ちょっとライターなんかあるかな。まあまあまあ、開けれんか。お、なんかある。あるくね。関係ない関係ない関係ない、シング。なんか落ちとる。気のせいかな。気のせいか。ここもつけてみる。パチッ。なんかある。書類の束、売買契約書。まあ、ここ、あれか。なんて言ったっけ、金脈って言ったっけ。まあまあ、そういうのが取れとったんだろうね。これ何これ。あ、こうもつけれると。あっちもつけるか。せっかくやしね。
あれ、ここでは使えない。あれあれあれ、あ、はいはいはい。あれ、壁になっちゃう。まあいいや。これは何なんやろ。これだけちょっと見てみよう。あれ、近づけない。まあ、あれ何なんでしょう。中のチラシ。まあ、降りてみますか。え、なに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 、え、なに、怖い怖い怖い、わ、怖なってきた。あれか、その場面を目撃して走ってこの部屋に逃げたと。そういう感じかな。じ、違うのか。思い出せない。え、 D の死体があるんじゃないやろね、これ。え、ちょ、怖いんだけど。え、怖っ。なんかもう急にヤッホーって出てきそうで怖いわ。なんかもうひょっこりはんやん。もうそんなひょっこりはんやん。もうそんな怖いわ。ひょっこりはんが出てきそう。先 D 行ってくれよ。どうせお前見つからんのやから。セブエッテーターいいです。え、ちょっと待って、怖っ。アナザー起動しちゃってるけど大丈夫？大丈夫かな、アナザー。怖いな。おお、なんかめっちゃ研究室やん。きっとこ、おうおう、なんかいろいろありますね。どこ、ねえアシュレイ、これは何？うん、何これ。なんかパパが作ったんじゃない。すごいねパパ。どうしたの？会いたかった？なんか嫌になってきた。いいねいいね。まあ13歳って感じやね。素晴らしいじゃないですか。もうここでジェシカの、本当よね。ジェシカと二人で。でもジェシカの言ったこと覚えてないんか、あなた。D の顔。なんか今言った？もうパパに会わずに帰るとか言った？え、何？ジェシカと約束したよね。そうだよね。パパから本当のこと。そう言ったじゃん。あんた。あ、本当は少し怖いんだ。あ、まあそうだよね。それは間違いないわ。真実を知ることは悲しいこともあ。そうかな。怖いことじゃない？悲しいこともあるし怖いことでもあるでしょ。パパ、どこにいるの？パパ出てくる？出てこなーい。え、なになになに。やっぱりおったぞ。おった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 。やっぱあれだ、あれさあれさ。絶対リチャードや。え、ね、絶対そうだよね。え、やった、嬉しい。今の何。ドアの向こうから音がしたよね。音がしたよ。もしかして誰かいるの。まさか今の声。感動感動感動。やっぱそうだよな。頼む、答えてくれ。君の声を聞かせてくれないか。おお。あ、シュレイなのか。あ、シュレイ。ちょっと感動やね。あなた誰、どうして私の名前知ってるの。お父さんよ。そうなのか、やっぱりそうなのか。ああ、アシュレイ、君の声なんだね。なんか、なんかもう一方のお父さんとちょっと感動の具合が違うけど、出会った時の。私はリチャードだ。そうだよね、リチャードロビンズだよ。アシュレイ、会いたかった。私は君の、もう分かるやろさすがに。もう気づいたでしょ。どうするの、アシュレイ。いや、俺もう気を。あ、まあ確かに慎重に行かないかな。こいつがビルの可能性だってあるから。パパ？パパ？クエスチョンマークなん、おもろすぎやろ。金属製のドア。ん？ねえ、どうしてこのドア開かないの？それはアシュレイ。このドアは自動ドアで。ロックしてるの？こちらから。開かないよ。そうじゃない。
今ドアは動かなくなっている。うん、どういうこと？ドアの電源が切れているんだ。はい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 。アシュレイ、本当だ。ドアが開かないんだ。どうか私の話を信じてくれ。え、待って、これビルかな？え、やだよ、それはないでしょ。きっとわかる。だからドアの電源を。わかった。え、開けてくれるのか？アシュレイ、大丈夫か？大丈夫か？こいつ信じて大丈夫か？ごめんごめん、こんなこと言うのもあれやけど、こいつ信じて大丈夫かな？これじゃないの？もしかして、ねえ。うん。うわ、うわ。あ。うーわー、なるほど。工具箱みたいなのあるかな。あ、なんかツルある、ツルある、ツルある。でもお父さんいろんなとこに置いとるやんって、これ。はい、こんにちはーって。ちょっと待って。あ、ナイス？ 4 つの心情。なんだろう、4つの心情って。ちょっと読んでみましょう。かつて私が勤めていた研究所には左翼やビルをはじめ、はい、うん、あ、本当楽しそう。それもろくにできない。はい、4つの心情、常に新しい。はい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 、なるほどね。あら、もうさよこと研究に勤しんで、研究生活に勤しんでいた日々は楽しかったのでしょうねって感じがするね。素晴らしいことじゃないですか。ちょ、ここら辺あるかな。どこあるだろう。うん、な、待て、なんかある。変な機械。なんだろう。うん、確かに変な機械。ブラック。うわあ、すげえ。黒板。何が書いてるのかさっぱり。なんか白衣がある。これ何？コンソール。あれ？あ、まあ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 。この先は行けんようになったのか。はいはいはい。パパの私物？これ？なんか怪しくない？あ、あれ？なんか刺さっとるよ。やったー！嘘。やばすぎやろ。他にいいのがなかったんかな。いや、それで混ぜんなよって感じするけど。はい、というわけで使いまーす。よし。お、なになになに。やった、アシュレイ。なにこれ。はい、あ、オレンジのセキュリティキー。え、これって何よ。え、え、ここに使えんの。あの人に聞いてからにしよう。ああ、そういうことか。はい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 。パパー、アシュレイ、制御パネルの蓋は開、うん、開いた開いた。それはもう開けたけど。そうか、すごいじゃないか。めっちゃ褒めてくれるやん。褒めて伸ばす系か。スイッチを操作するだ。それからスイッチの一部にロックがかかっているかもしれない、うんうん、そのロックを解除するためには、はいはいはい、鍵。そう、セキュリティキーがいる。うんうん、あ、もしかして。そうね、刺していたのが落ちていたのか。アシュレイ、それだよ。それが、キーは全部で3つだ。色違いのものがあと2つあるんだ。はい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 。よかった、探してみる。なるほどね。ちょっと1回、1個だけでもぶっ刺しとく。ちょ、どんな感じかだけ。ほう、ロックされたのはセキュリティキーで。おい、へい、おい、あ、あ、あ、ここか、そういうことか。これどこだろう。あ、出た。あ、なるほど、はいはい、理解した理解した理解した、そういうことか。ということは、ということは、どこにあるんだーい。え、こ、終わってない、この中から探し出すの。え、見つかる。白衣とかないの。机の上とかないの。あ、なんかある。ん？うわ、うわ、うわー。え、ジェシカ、ビル、サヨコ。ちょっと待って、父の名前、リチャードや。間違いない。うわ、絶対そうじゃん。うわ、絶対そうじゃん。うわ、なんか、ビル、ダメやん、裏切ったら。
座ってたら疲れちゃいそう。え、ちょっと待って、この部屋の中ある、ほんまに。え、ある方これほんまに。待って、変な機械に刺さっとるとかじゃなくて。切ない、切ない。木箱、これはリチャード・ロビンス。はいはい。あ、変な機械、変な機械。これは、これ変な機械。無造作に押されているとだけか。写真、パパないない。セキュリティどこに置いたか覚えてない？あ、教えてくれんの？あ、確かガラス戸の棚と、あと黒板のあたりにあるかも。わかった、探してみるね。はいはいはい。ちょ、それ聞かないかんかったから、お前先言えよ、お前それ。黒板あたり、黒板。じゃ先言えよ、お前それ。どうせこのポケットとかじゃないの、これ。白衣のポケットとかじゃないの？違うんかーいって。え、あるかな黒板。よい、イエス、イエス、やった。え、あとはガラスの戸棚、これか、これ、こうやってる、どこだろう。これなんか赤いの怪しくない？あ、開いたわ。これなんかめっちゃわざとらしいよね、これ。やった、やった。おー、これで完璧じゃん、やった。じゃ、というわけでいきますか。こんにちは。ここにぶっ刺しゃええのね。はい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 。これどっちだろう。ん、どっちが対応してんだろう。手刺してみるか。あ、まあまあ良さそう。うん、はいはいはい、なるほど。え、え、これ合ってる、これ、これ青は青つなげんでええの、これ。これさ、これやっぱさ、これ差し順番違くね。こっち、こっちじゃない、青こっちじゃない、うん、じゃないと明らかにおかしいよね。うん、でも多分そうだよね。で、こうしてちょっとオレンジ見ながら行こう。え、え、え、あ、こう繋がってないわ。え、え、あ、下、え、ちょっと待て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 、下にもある、刺すとこが。え、ちょっと待って、これむずいぞ。ちょっと待てよ。なんかね、模様が変だねって。多分点がついとるとこが長い棒判定みたいな、長い棒になっとるとこみたいな、そういうノリ違う、うん、違うかな。え、こことここがオレンジで、ここがこれ青で、ここが緑。え、そうっぽくない？めっちゃそうっぽくない？え、そうじゃない？あ、あ、来そう来そう。おい、来そう来そう。こうでしょ？はい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 。はい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 。で、え？え？え？合ってるこれ？いや、これは合ってそうなんだけどな。あ、あ、あ、はい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 。じゃあ、あとここら辺を、ちょっと待って、青やろ、次。こう来て、こう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 来たー。やったーやったー、電源が入るね。よし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 。お、おっと、おっと、あら、お久しぶり。あなたがリチャード？君、君はアシュレイよ。私アシュレイ。アシュレイ、こんなに大きくなって。あら、本当。
その瞳は何、その黒い瞳は、ああ、そうね、さよこ譲りね。11年前のあの時のままだ。へえ、感動的。絶対こっちが父さんやん。この人、時々墓場に来ていた人だ。あ、そうなんだ。じゃあ、あの人は。どう見てもビルやろ。え、そう考えたらビルやばない。え、中学生ぐらいの少女に抱きついてるってやばない。もうダメやん、もう犯罪犯罪。ダメダメダメ、もう捕まえた方がええよ。うわー、これが、あらー、こっちでした。ビルじゃなかった。パパ、あ、よかったね。え、ちょっと大丈夫？ずっと閉じ込められとったんじゃないの？なんか臭そう。いや、これはあの、これはリチャードは悪くないんだけど、リチャードは悪くないんだけど、ちょっと臭そうじゃない？11年ぶりに会えたパパは、え？チョコレートの匂いがした。なんでチョコレート？え、チョコ食っとったん？もしかして。よかった。ジェシカの言葉を信じて。ねえ、よかったね。パパを探して。え、ビル来るんじゃない？ジェシカが言ったら。はっ、みたいな。拍手しながら。おめでとう、おめでとう、みたいな。パパに会って話してって。え、ちょっと待って。待って、どうしたん？どうしたん？こんなことをして何になるってやろ。え、嘘でしょ。え、ちょっと待って、どうした。え、どうした。わかった、はいはい、もうね、もう分かった、俺分かっちゃった。パパ、ビルがアナザーでリチャードを操作してサヨコを殺させた。いや、もうこれでしょ、絶対これでしょ。私、ジェシカを探して、うん、この屋敷に来て、パパだっていう人に会ったんだよ。そうだよ。でも、もしかして、その人って…ビルだ。やっぱりそうだ。うれ、ね、どうしてビル…ねえ、パパ、黙って…なんか答えて。なんで謝るの。ねえ、もしかして…え、なんで怒ったの。私がパパのふりしたビルを信じちゃったから。確かに、それはあるかも。ビルに言われて…ビルはアナザーキーを探していたのか。うん、で、渡しちゃった。なんなら、まさかアシュレイ。何、私と、私ピアノの、はい、そうね、そうね。そこにパパのふりをしたビルがやって、何をやってた。バシッ、それはないか、それはないよな。さすが、さすが父です、さすが父です。ビルなら殴ってた。アシュレイ、ビルはキーを持ってアナザーに向かったのか。お、向かった向かった。あ、なんてことだ。何、ビルの元へ向かわなければ。レッツゴー。パパ、どこに行くの。ねえ、どこ行くの。アシュレイ、君は私の部屋で待っていてくれ。え、まあ、結局パパにはほったらかしにされるっていう。アナザーを守るんだ。じゃあここで待ってますか。はい、じゃあというわけで今日はここで終わろうかなって思います。時間もちょうどいいですしね。またこの続き明日やっていきましょう。気に入ってくれた人はチャンネル登録、高評価してくれたら嬉しいです。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。